こちらがですね、福山市の資料なんですけども、源平の合戦 in 鞆の浦&能登原と書いてます。ビンゴの国、鞆の浦に平家の落人伝説ありということでね、地図も添えて、こういうふうにね、残してくださってます。福山市の市職員の方、本当ありがとうございます。鞆の浦からそれほど離れていない能登原というところがここですけども、ここにですね、源平合戦の跡があるということなんですよね。で、ずーっと見ていきましょう。で、文章、たった4ページで短いんですけども、ただこれを一生懸命読んでるとね、またちょっと眠くなっちゃうんで、大まかに黒い太文字のとこだけ読んでいこうと思います。今から800年ほど昔、1185年の屋島の合戦で、四国の屋島を追われた平家の武将、能登守、範経らの一団は、ぬんぬんと書いてますよね。まあ、こういうふうな形で、この能登半島に逃れてきたと。能登半島じゃないや。能登原に逃れてきたということでございます。それがね、平家の、今、名残となって、私たち地元の人とかね、観光にいらっしゃった方を、まあ、楽しませていただいてるって言ったらね、いいんですかね。興味深い、知識欲を満たさせていただいているってとこですか。それからね、この合戦を能登原合戦と呼ぶって書いてますよね。これも能登原合戦というのは私たちあんまり馴染みがないんですけども、この鞆の浦を調べていくとね、本当にね、源氏平家の名残っていうのがいっぱい出てくるんですよ。その中の一つが能登原の合戦ということでございます。で、弓をかけていた松、これはね、残ってるんですよね、まだね。弓かけ松っていうのが。これも今、観光資源になってますね。あんまり有名じゃないんですけどね。そして江戸時代の整備なく、これなんていうかの、整備なくでいいんですかね。西ビンゴの地区ですかね。まあそういうふうに読み取るしかないんですけども、能登原合戦として記されていると。なるほどね。昔から白い鷲が群生し、矢に用いる竹が繁殖する島と知られ、などとあります。なかなか動物たち、魚、それから木材に豊かな土地だったってことですかね。まあ昔は日本列島どこでもそうなのかもしれませんけど。で、田島の内裏には、内裏でいいんですかね、那須与一宗隆の陣跡を伝える那須の堂がありますと。大浦の善照寺には那須与一の陣中守本尊が秘伝として、秘仏として安置されている。ちょっと読み慣れない漢字ばかりなんで、すみません、たどたどしくってね。ぜひ皆さん、こちらの方を読んでいただければと思います。能登原の地名の由来は、平氏能登守、狂慶にちなむという、ね。これ狂慶だったかな？ちょっとね、もう読み方も忘れてしまいました。能登様って呼ばれてたんですよね、この方がね。その他、様々書いてますけどもね、たどたどしい読み方ではご迷惑なんで、ちょっと、ざーっとね、画面を見るだけにしておきましょう。これが能登原地区。あ、これが弓掛松ですね。これです、これです。それからこれは、アブト観音ですね。有名なところですよね。その他、鞆の浦をぐるっと巡ってみると、美しい瀬戸内海の景色に、こういった、平家とね、源氏の戦いの、その名残ってものを感じることができます。で、それはいつしか、この地元のお祭りとなって、毎年毎年、源平合戦というね、日本を揺るがした大きな時代の証人を根付かしているってことになりますね。はい、最後の一枚です。平家ガニ伝説。確かに平家ガニっていうのはありました。その平家ガニが、この横倉っていうところにね、出てきたということが書いてますね。はい、そして沼熊です。沼熊っていう、この土地名の名残もですね、沼っていうのと熊、熊っていうのはね、山の影って意味なんですよ。まさに沼熊っていうのは、海の近くにある、つまり沼ですよね。沼として知られる山の陰にある、そんな土地なのかなっていうところでございます。平家の残党が逃れるには適したところだったのかなっていうところですよね。で、海産物も非常に豊かで、それからね、畑、特にブドウとかをね、ものすごく広げてるんですよね。だから、戦いに疲れた平家の一門が、武士であることをね、捨てて、兵士であることを捨てて、農民として人生をやり直し、そしていつしか本当にね、この土地を支える人々となっていったのかなと思います。ただ、今日ね、お話した鞆の浦ともかく、能登半島じゃない、能登原とかね、それからこの、八日谷っていうところがあるんですけども、こちらの方、横倉とかね、この辺が今となっては
非常にね、過疎地になってしまったってことは、まあ時代の皮肉としか言いようがありません。この人々が昔戦いに逃れて、まあ山ごもりしたところがね、一時期栄え、そしてまた人が去っていったということなのかもしれません。まあいわゆる有事には山に潜み、平時には町に出ていく、まあそんなね、人々の営みが見て取れるのかなというところでございます。はい、じゃあ以上です。